先発則本です。チームは3連敗中で今シーズン5度目のマウンドということになりました。立ち上がりです。ワンアウトランナー2塁で中川圭太のこの当たりが内野安打になります。ピンチ広がって3塁1塁4番の頓宮を迎えます。しかしここはショートゴロ、ダブルプレーで立ち上がりの大きなピンチを出しました。一方バファローズ先発は黒木です。その黒木から2回先頭バッター岡島、このレフトへの打球が伸びていきました。岡島のレフトへの今シーズン第3号ソロホームランでイーグルスが2回に1点を先制します。先制点をもらった則本の3回です。先頭バッター紅林のこの当たり、セカンドの浅村リプレイで応えます。でこの後ツーアウトになって1番の茶野、今日最初の三振を茶野から取りました。この3回3人止めるピッチングでした。さあその森本に追加点をという攻撃陣、4回です。ワンアウト満塁のチャンス、そして今日1軍に上がってきました渡辺義明はしぶとくセカンドの右を破ります。ランナー2人かえるタイムリーヒット、3対0になりました。ゲームは5回です。バファローズこの回はワンアウトランナー3塁2塁、チャンスを作って紅林のこの当たりはセカンド浅村が追いつきます。これで2アウト。しかしこの後ピンチ続いて、今日スタメンの大城、でしたけれどもファーストライナー鈴木大地がいいプレーを見せました。5回ピンチを出した則本、さあその則本に6回攻撃陣が追加点を取ります。コットンから太田が今シーズンの第2号ソロホームランで4対0。この後ワンアウトランナー三塁一塁、チャンス作って浅村、昨日ホームランの浅村、今日はタイムリーヒット、打点を上げました。もう1点追加、6対0。そして満塁で島内がレフトを打ち上げます。これが犠牲フライになってこの回4点を入れます。7対0になりました。則本です。この7回も2アウトを、まあ、リズムを取ったんですけども、その後連打でピンチを迎えて紅林、3連打でこれ点を返されます。7対1。この後大城にもヒット、タイムリーを許します。バファローズこの回2アウトランナーなしから4連打、3点を返しました。大城の2点タイムリーツーベースです。ピンチ続く中でしたけども、大城に打たれた後は茶野を打ち取って、まあ、結局則本はこの回まで7回95球3失点、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りています。8回は1です。ワンアウトを取った後当たっています。中川圭太も打ち取りました。そして続く4番の頓宮も打ち取って、うちはこの8回3人止めてマウンドを降ります。そして9回4点リードの中松井裕樹です。ヒット1本許しましたけども、最後のバッターを三振取ってゲームセット、7対3イーグルス勝って連敗3でストップ。勝った則本は今シーズンの初勝利です。